こんにちは、キャットマクドエルです。今日は新しいアルバムと WISEM について話したいと思います。今は新しいアルバムの制作を計画しています。で、このプロジェクトを通してアルバム制作のご支援を募集すると同時に私のストーリーをシェアしたいと思います。お母さんが日本人、お父さんがニュージーランド人、海大好きなシンガーソングライターです。多くの曲のインスピレーションは人です。旅に出るとき、いろんな違う考え、違うライフスタイルを持っている人たちと出会ってすごい刺激をもらって曲を作ることが多いです。私と違うあなたのふるさと、ささやかな喜び、ありがとう。そのインスピレーションを探しに2013年は日本全国ツアーに出ました。60日間に28音ライブもやって8000キロ車で日本を回りました。で、初めていわきの虹を見たり、石巻でみんなとパーティーしたり、秋田のカレー屋さんでライブをしたり、鹿児島の火山を見たり、千葉で海に入ったり、広島で初めて原爆ドームを見たり、台風にもかかわらず岡山と福岡のみんながライブに来てくれたり、思い出深い旅になりました。去年は私にとってすごくハードな1年で、たくさんチャレンジがあったんですけど、旅をしている中、特に東北とか広島に行った時、本当に日本ってこういうチャレンジがある時、みんな Rise Above 乗り越えてるなってすごい勇気をもらいました。このアルバムはその勇気をたくさん詰めて、みんなからもらった元気、それをまた新しいものにして、みんなにまた届けたいなって思ってます。今はたくさん曲を作ってるんですけど、これからレコーディングに入ります。それで今回 WISEM を通して皆さんの力を借りれたらすっごく助かります。お礼として楽しいことをいろいろ考えてきたんですけど、スカイプのキャットからのレッスン、ボーカルとかギターとか英会話とか、あとは名前入りのカスタム手作りグッズとか、たくさん楽しいレポートを考えてきたのでチェックしてみてね。今の目標はこのアルバムを夏にリリースすることです。 Rise Above というメッセージ、そして人と人の心をつなげる力を持っている音楽、それを通してみんなと新しい楽しいものを作っていきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。